みんなで作るマスラゴのウサインスパルです。さあ今回はですねちょっと新しい試みをしたいと思います。今回実は視聴者さんからいただいた挑戦状なんですけれども、せっかくならですねここでもう悩みながら初見で解こうかなと思ってます。正直何分かかるかわからないんですけれども、結構ですねなんかパッと見ねいいレベルの問題なんですよ。でよくこう視聴者さんからの回答解説と一緒に来てるんですが、今回ですねこれは問題だけです。回答もらってないです。で自分で予習したとこかなと思ってたんですけど、もうこれぐらいならここでも解けるのかなとか、結構ね多分考え方というかそこまでに至る経緯が大事かなと思いますので、ちょっとここはですねノーカットでお送りできればと思います。ということで早速やっていきましょう。レッツゴー。はい、ということなんですけれども、どうですか。まず a+b+c=3 を満たすとき abc が0以上で、この指数ですね、これの最大値を求めてくださいとあるんですけれども、まあこれ僕は基本的にね考えるときにそんなセンスがある方じゃないので、まあ、手を動かしますね自分だったら。はい、実験しますよというところで、まあ abc が0以上の実数なんですけれども、これ見る限りまあ、A とか B とか C って、まあ、こうですよねと。もちろんね0以上3以下っていうのは分かるし、あとはそうですね、まあ ABC が対称っぽいですよね。 ABC が対称と、まあ入れ替えてもね同じ式になりますよ、なりそうだなというところなので、例えば、こういうふうに設定するのもあるんじゃないかなと、こういう風に設定するのがありなんじゃないかなっていうのが、まず僕だったらこの時点でざっくりは見えます。まあ、整数じゃないんですけどね。ただ整数問題っぽい感じで、見えるかなと。で、あとはまあこの不等式を使って絞るとかでもいいんですが、一回 A とか B にも適当に代入しましょうか。例えばね、こういう問題って、じゃあ A イコール B イコール C の時。で、最大か最小かどっちかになりやすいので、例えば2の1乗足す2の1乗足す2の1乗全部1だったらどうなるかっていうと6になりますよね。で極端な場合を考えると、例えば003とかもいいかな。003だったらどうなるかっていうと、これは10かな。であとちょっと怖いので、その中間ぐらい012ぐらいかな、012ぐらい考えると7なりますから、まあ、これは本当にただの予想ですけれども、これが最小なるんじゃないかなとか、で、これが最大ですね、なるんじゃないかなっていうのが、まあ一つ見えるかなと。で、最小値だったらなんかね、総価相乗平均の、3個のやつとか使うんじゃないかなとか、わかる、見えるんですけど、最大値ですから、まあそうじゃないと。つまり、こういう形で、ちょっとどういう不等式使うか分かんないですけど、なんかこういう形でね、不等式持っていきたいと。で、有名不等式はちょっとパッと全然分かんないので、もう、一旦怖かったら、一文字消去しますか。一文字消去。つまり、例えばここを、Z で置きましょうか。例えば、今まだこれ実験中ね、ニューション版だったら、下書きに書いてるところですけれども、なんかヒントが得られないかなっていうことで、まあ、本当はあんまりねこういうのって消去あんましないんですけれども、 3-a+b こうなりますよと。で、これって2の a 乗足す2の b 乗が2の3乗分の2の a 足す b だ、まあ、こうなるから、例えばこれを a とかこれを b と置いたらどうなるかっていうと、ここがAB になるから、まだ正直分かってないんですよ、分かってないんですけど、まあ、こういう感じのがあるからということですかね。でこれをいずれこうしたいわけなんですけど、まあ、通分しても意味ないですよね。 AB 分の ABa+b+8、こういうのを見るとなんか対称式っぽい形に見えるんですが、ただ、これね、変数で置いたときは大事なのは、必ず、不等式。つまり2の a 乗で、今回 a が0以上ですから、0以上3以下ですから、こうなりますよね。こうなりますから、a も b も、
まあ、こうなると、まあ、あんま書き方としてはあれですけど A が8 B も8と、まあ、1以上っていうことは分かりまして、まあ、こっからね何か絞りたいんですが、ちょっとパッとちょっと待ってよ。そうですね、例えばこれちょっと数分したらなんかアウトな気がするので、ちょっとここだけに注目しますか。 A 足す B だけに、なんか A 足す B がなんかいい、 A 足す B 絞りたいですね。 A 足す B こういう風な全なんか不等式絞りたいんですけど、 A 足す B が、例えばこれよくあるパターンなんですけど、まあ、こことかですかね、こことかに例えば注目するとか、ここに注目するっていうのがあって、でこの形とこの形を作りたいわけね。つまりなんか AB となんか AB A たす B ですけど、これよくあるのがこの式を変形すると A-1 が0以上、B-1 が0以上になるじゃないですか。で、これよくある何かっていうと、結構ですね、この A が1以上、B が1以上っていう与えられた条件を、こういう風にして、で、これを large X、large Y で置いて代入して不等式を示すっていうパターン結構あるんですよ。つまり、1以上っていうよりは、必ず0以上にした方があるよねっていうのがあるの、よくあるので、例えば A-B これが成り立つんだったら、いやこれが成り立つんだったらじゃないか、ちょっとこれ展開すると、もしこれだったらこれ0以上ですよね、0以上ですよね、ってことは A-B引く A 足す B 足す1、あ見えたかもしれないです。 A 足す B が AB 足す1になりますよね。だから、ここがこの不等式にできたんじゃないですか。これが AB 足す AB 分の8足す1になるのか。で、まあ、さらにこうしなきゃいけないんですけど、だからこれってこうですから、これと同じですから、統合成立条件は A-1 が0または B-1 が0、つまり A が1または B が1となるので、そうですね、また例えばですよ、どっちもなんか1とかだったら1たす8たす1。最大値の中の最大値。みたいな感じでいくと、10とかかな。まあ、けどなんか予想は出ますけれども、ただちょっとこれまだ実験なんで、見えないですが、なんかけど、こういうのは使えそうですよね。だから、ちょっと一回整理していいですか。この条件からして、結構ですね、僕よくミューション版だったらね、1つ20分とか25分解かないといけないんですけど、よく普通に予習というか自分で解くときにはこういうのをざーっと考えますね。もちろんね、やっぱり今回答えないんで別解とかいろいろあると思うので、ぜひ別解があればコメント載せてほしいんですが、例えばこの不等式を見ると、2の A 乗足す2の B 乗が2の A 足す B 乗足す1になるとか、まずこれが成り立ちますよ。なんでかっていうと、2の A 乗が1、かつ2の B 乗が1以上だからというのが一つありましたと。で、これなんかここの式に使えそうだなと思うんですけれども、そうですよね。だから例えば、2の A 乗足す2の B 乗足す2の C 乗。であれば、これよくあるのが、ここを使って、2の A 足す B 乗、足す1足す2の C 乗になると。で、ここ一回、これなんか式変形になりますけれども、次に、
ここを使えば、これを同じくします。 A を A たす B に、 B を C に変えると2の A たす B たす C のたす1たす1、つまり A たす B たす C が3ですから、あ、これが10になるのか。だから、10っていうのはこの、だからこれ回答でいいんですよね。もし答案に書くならば、この不等式がね、ほんま今ちょっとたまたま出てきましたけれども、ただこの辺ね、ちょっとここは多分経験値な気がします。A が1以上とか B が1以上ってところを、そのまま使うっていうよりは、A-1 が0以上、B-1 が0以上にして、だから X か Y に置いてっていうのはよく不等式の証明で出るテクニックなんですけれども、それをやるとたまたまこういうのが出ました。で、僕たちとしてはやっぱこういうこっち向きのね、矢印が必要だったので、それを2回使えば10度出たと。だからこれは別に間違ってないですよね。ただ大事なのはこの時の ABC の値を求めようですけれども、つまりこれ何かっていうと、統合成立条件、だから統合が1回2回ありますよね。だからこの時の統合成立条件を考えなきゃいけないとなるわけですけれども、ともとこれってここから出てますよね。つまりこの式って2の A 乗引く1、2の B 乗引く1、これがと同値になりますよと。いいですよね。だからこの統合成立はこれちゃんと追わないと完答できないんですけど、ここが0またはここが0ですから、A イコール0または B イコール0と、まあ、こうなりますよと。それがこの一段落目ね、丸1のところ。でもう一個使うときは、それがどうなるかっていうと、A たす B が0または、C が0。つまり、2個目は、A たす B が0または C イコール0と。で、これ2回統合を使ってて10ってことは、これ、かつ、これになりますよね、ということですかね。ちゃんと丁寧に書くんだったら。ってことは、例えばじゃあ A イコール0をじゃあ選んだとして、こことここを選んだらどうなるかっていうと、 AB が00になるかな。 AB が00になって残りの C をここに代入すると003、同様にこことここでも003になりますから、次 A イコール0と C イコール0だったら030かな。で B イコール 0C イコール0だったら、300と、はい、こうなりますから、回答としてはおそらくここでフィニッシュかな、いいかなっていうのができましたかね。ちょっと今意外とあっさりでしたが、最大値が10で、その時の ABC がこうなるという感じですかね。はい、ちょっと何分かかったか分かりませんが、もうこれでフィニッシュかなと思います。もし別解があればぜひね、皆さんコメントあげてほしいんですけれども、言うたらこんな感じです。うん、てか今ね、よかったです。なんか何やかんや出て、で、例えば東大入試とかね、受けるときにも、大体こう、よくね、10分とか15分とか測って解くんですけれども、やっぱりこの実験とか手を動かしますよね。いきなりなんかこれが見えるってよりは、この辺でなんか A たす B っていうところに注目したらどうだろうなとか、ラージ A とかラージ B って置いたからこそ見えるものがあったりするので、やっぱりこの辺はなんかセンスとかもあるかもしれないんですけれども、やっぱり手を動かす。っていうところが大事かなと思います。もしこれが20分で解けだったら、僕の今の話だと10分ちょいぐらいでここを多分やって、残り8分ぐらいでこの答案を書いてフィニッシュかなと思います。はい、ということでですね、まあ初見で、ね、解くなんてなかなか見られないかもしれませんが、いい意味でね、マスラボってこうみんなで作るマスラボですから、そういう意味ではですね、ぜひ視聴者さんどんどんリクエストください。で、ただですね、基本的には回答解説と一緒にね、セットで、もらえればと思います。で、特にここのね、解説が面白かったですとか、別解が面白いですみたいなのがあれば紹介しやすいですし、まあシンプルなね、問題がぜひありがたいので、ぜひそちらは Twitter の DM とか LINE の方にお願いします。それでは今度は良かったと思う方は、高評価、チャンネル登録の方もお願いします。コメントがあれば、リクエストがあればぜひコメントに載せてください。それではお疲れ様でした。バイバイ。